ロンドン波長調作品73はフレデリック・ショパンが1828年に作曲した作品。生前には発表されず、遺作としてショパンの死後の1855年に出版された。はじめはピアノ独奏曲として書かれたが、作曲後すぐに2大ピアノの作品に編曲された。ショパンが 知人のティトゥス・ボイチェ・ホフスキへ宛てた同年9月9日付の手紙では、マゾフシケンの3日で編曲を行ったこと、知人のモーリッツ・エルネマンとフリデリク・ブッフ,フ・ホールツの家で演奏したところかなりうまくいったと報告されている。その後、エルネマンが不在になったらしく、同年中、この事実は、エルネマンが、海の父親、つまりショパンや編曲を進めたのではないか。 という示唆を与えるものとなっている。ショパンの死後、この編曲版にはフォンタナにより、遺作として、作品番号73が与えられた。ピアノ独奏版は1954年になって、パデレフスキ版として、初めて出版された。ここでは独奏版と二大版の両方を比較しながら、記述する、助奏部分、アレルゴマエストーソ、4分の4拍子から4分の2拍子、と、 火星的な部分の対比からなる24小節の助走を経て、音階の上昇と下降を基調とした主題が現れる。明確に2つのエピソード主題を持つ。移行部では、異端調となり、三連符の急速なパッセージとなり、そのまま異端調のエピソードへと流れ込む。補聴調の計画を経て、物悲しい旋律の第2エピソードへと続く。再現部は、ロンド主題が変補聴調へ展開され、 転調を経て、やがてエピソードが、次は補単調で再現される。3回目の再現は、今までより短くなっている。コーダは3連符を基調としており、華やかに集結する。演奏時間は、約9分。基本的な内容はほとんど変わらないが、対比するパッセージを分装させたり、主題に装飾を加えたり、内成部の充実が図られている。それにより、平面的だった。 独創用に比べて立体感が増した。最も大きな変更点は第1エピソード主題における対戦率の追加である。独創用では単なる三連符のパッセージに過ぎなかったものに戦率が浮かび上がる仕掛けになっている。ありがとうございます。